この企画は私小川コーヒーの伊深律樹が京都唯一の村である南山城村を舞台にコーヒーで人と人をつなぎ村の人や物の魅力を発信していきます。拠点となる住む家ですね。今から行きます。めっちゃ広いですね。来ました来ました。はい、ここに住むんか。わあ、けどちょっと怖いですね絶対夜お化け出ますねこれ。何やこれ。蜂がおるから気をつけてって言われたんで怯えております。1年間ですよね1年間ちょっと厳しいな。寒いですね。リツキです。今日は、小川コーヒーの皆さんと古民家の、掃除をしに来ました。蜂が1匹、2匹、3匹。思ったよりも中は結構ホコリは多かったですけれども、綺麗にしていくと結構住みやすい。思ってたよりも大変です。こんにちは、こんばんは、りつきです、今日は初お泊まりです。ちょっと怖いですけどね。ではちょっと中入りたいと思います。わあ、ちょっと怖いな。お化け屋敷に来てるみたいになってるんですけど、真っ暗でございます。見ての通り、お前喋らんかったら何も音しないし、もう静寂すぎて。ちょっともうブレーカーを上げたらいけるって言ってはった。お、着きましたね。よかったよかった。では、おやすみなさい。これもそういう葉っぱだ。深い。お茶もそうやけど。